ははいこんばんばです、えー、今日はですね視聴者から来た、えー、DM に対してね、えー、答えていこうと思います。えー、DM は、えー「袴田事件の再審が決定されましたがドナ、えー、山本さんはどう思いますか?」ということでね、まあ、これについて答えていこうと思うんですけれどもまずねあの袴田事件が。 何なのかちょっと知らない人が、ね、いるかもしれないんでね、まあ、一応説明するんですけど、袴田事件というのはですね、1966年に静岡県で起こった強盗殺人放火事件のことです。これによりですね、あの4人の方が亡くなって、犯人のね、袴田岩尾さんという方が死刑をね、宣告されています。はい であのこの事件がね、あのなんでね、あのこんなに話題になってるのかっていうとね、まあ、これは99%ぐらいの確率で、冤罪だろうと、まあ、そういうふうに言われてるんですよ。まあ、詳細は口実するんですけど、まあ、冤罪だと言われていて、まあね、結構昔からあの話題にはなってるんですよ。袴田事件、袴田巌さんを救う会みたいなのがあったりとかしてね、僕がもう小学生、中学生ぐらいの頃からね、まあ、時折 NHK とか、 民放とかでもね、特集組んでね、あの袴田巌さんのね、事件についてっていうことはあるんですよ。で、そうね、2014年だね、あの僕がちょうど高校生から大学生になる途中の時に覚えてますよ。あの袴田巌さん釈放っていう仮釈、保釈みたいな感じで、うん、出たのはね、あの覚えてますね、それ。うん。それなんですけど、なんかね、ちょっと、ちょっとおかしい感じで、あの保釈されてるんですけど、別に死刑囚であることには、 変わりがないんですよ、うん、あくまでもなんか死刑囚なんだけど一応ねあの最新が決定したということで最新開始が決定したから一旦保釈みたいなのが2014年にあったんですよねなんですけどあのそこからねまた最新が行われるまでに検察の広告とかいろいろあって2018年4年後にその最新開始の決定が取り消されるんですよねだからあの なんですけど、別に刑務所、あの、高知東京拘置所に戻されるわけではなく、死刑囚のまま、あの、普通に今ね、あの、シャバで暮らしているという、ちょっと不思議な存在になってるんですよね。でそこからもずっと再審請求、再審請求やってて、やっとね、あの、3月13日ね、に、あの、再審開始がね、あの、決定したということなんですけども。まあ、あの、保釈されてから9年間経ってるんですけど、 やっとね、あの、最新開始決定に動くのかなうん。なんだけどね、まだちょっと、何とも言えなくて、こっから結局 <laughs>、こっから結局 <laughs>、またね、あの、検察が <laughs> 広告とかしたらわかんないんですけども、袴田洋さん87歳なんでね、なんとか生きてるうちに無罪判決を <laughs> 勝ち取ってね、欲しいなっていうふうに <laughs>。 持っています、まあ、僕もねあのもちろんその袴田洋さんはねあの冤罪だと無罪だと信じてる人間の一人でねもう本当にもうねあの関係者とかももう皆さん高齢化してますしうんしそうね、まあ、姉,姉の袴田洋さんのお姉様が。 お姉さんがね、あの、ずっと支援をしてるんですけども、これはもう本当にね、もう国会議員の中でももう超党派のね、袴田矢夫さんをね、支援する議員連盟があったりとか、あとこの人もともとボクシング、ボクサーで、プロボクサーでね、プロボクサーでも実績のある方なんですけど、まあプ、ボクシング協会もね、あの、冤罪をね、支持して無罪だということで言ってますし、あの、世界ボクシング連盟からもね、名誉チャンピオンのね、ベルトをもらったりと、本当にね、まあ、 なんだろうこれはねあの素人から見てもどう考えても冤罪なんですよ。ま、うん、また捕まっ袴田洋さんがなんか近くにいたからってことで捕まってもう検察官による必要のもう拷問ですよね。もう取り調べもう昼夜問わず飯も食わせずでもご飯も食べさせずもうひたすら必要の取り調べで自白しろ自白しろ自白しろって。であのね、あの家族のの写真のね 写真をなんか踏みつけたりとかして、お前こうされてもいいのか、自白しろみたいな、もうそういうね、もう非人道的な取り調べがですね、あったんですよ、1966年、戦後20年ちょいの時に、そういうのがあって、でね、また、なんでね、こういう取り調べがね、あの流行ってんのかって言ったら、その、袴田事件のね、数年前ぐらいから、あの、静岡県警でね、あの、 すごい、もうね、もう、こいつはカリスマだみたいに言われてた、紅林貞田夫っていう警察官がいるんですけど、もうそいつがですね、あの、数々の冤罪事件を作ってきたと、もう無理の、もうね、あの、精神的に追い詰める、もう拷問みたいなね、取り調べ方法で、数々のね、あの、真犯人ではない無実の人を有罪にして死刑判決にね、しまくってた、紅林貞田夫って、紅林浅尾貞尾か浅尾か知らんけど、紅林浅尾っていう人がいて、あのね、もう、結果的にね、そいつに、 あの死刑判決とか無期懲役とか有罪にされた人はねあの後日ね、ね後年ねあの再審が決定してことごとく無罪、無罪、無罪って出てるんですけども結局ね、ねあのこの袴田事件は紅林浅尾はそう関わってないんですけれどもその彼にね盗塁してる彼の影響を受けたね後輩部下たちがもう彼の手法を用いてねあの無理やりね自白させてるんですよ。もう追い詰められてねあの 認めちゃったんですよね、袴田洋さんが。これね、なんで認めんだよって思うかもしんないけど、そんな、何十日間も、ずーっとね、朝晩、もうね、飯もろくに食えない、トイレでも行けないような感じでね、もう、や、やった、お前がやった、お前がやったって言わ,れ,言われてたら、洗脳とかで、なんかもう行っちゃうんだよね、やったのかもしんないみたいな。うん。人間の精神的、人間の精神ってそんな強くないから、そういう風になっちゃうんだよね。うん。そうね。でしかもなんか、特に証拠がなかったのよ。自白のみで。 うん、こいつがやったって言ってるからみたいな、それの一点張りでね、有罪にしたんだけど、なんか、事件が起こってから、もう一年以上経ってからね、その事件現場の工場の、なんか味噌タンク、味噌汁とか味噌とか作るタンクの中から、なんか事件の衣類が見つかったとか言ってね、血がついてるとか言ってさ、そんなわけないやん。 バカじゃねえのっていうね。そんなわけじゃないじゃんっていう。しかもね、その、これが袴田岩尾が履いてたズボンだとか言ってるんだけど、そのズボン入らないサイトなんですよ。とかね。そういうことがあったりとかして、もう、意味のわからない、もうどう考えても冤罪なのに、もう、死刑判決をね、やってしまったんですよね。うん。そうなの。それでね、もう50年ぐらい、ずーっとね、あの、拘置所、刑務所拘置所の中でね、 もういつ明日死刑って言われるか分からないっていうそういう状況で、40年も50年もね、過ごしたんですよ。うん。その、そんな感じだからもう袴田さん今もうね、抗菌状態。抗菌、高速に禁,禁じるって書いて抗菌って言うんだけど、それでね、もう精神がおかしくなっちゃってて、まあただ、釈放されてからもう9年ぐらい経って、徐々にそれは回復はしてるらしいんですけれども、やっぱりね、もう、50年ぐらいのね、あの人生奪われたということで、もうこれはね、 あってはならないっていうか、もう、信じられないよね。うん。でね、しかも当時、もう、その袴田さんをね、あの自白強要させたりとか、死刑判決に持ってったような、裁判官とか検察官とか警察とか、そいつらみんな死んじゃってるから、なんだろうな、ものが。うん。結局ね、もう、やりきれないというか、そういうことだし、 何よりもね、まあ、袴田さんがね、あの、気の毒ってのもあるんですけど、それ以外にも、真犯人がね、見つかってないっていう、真犯人がただ逃げ毒をしてるだけっていうことで、これもしかしたらね、こんなことするってことは、真犯人が検察とか警察の身内にいるんじゃないかって思われても仕方のないことだし、結局ね、真犯人はもう逃げ毒、もう逃げ切ってるでしょう、おそらく。まあ、逃げ切ってないんでしても、もう高齢化。うん。そういうことなんで、その事件のね、被害者、 死んでしまった、亡くなられた4人の方のねあの遺族とかもね、無念もね、晴らせないということでね、本当にこれはもうとんでもないことなんですよ。うん。だからね、まあ、本当にもう袴田彩さんも87歳なんで、もう後がないのでね、とにかく本当に生きてるうちに、もうさっさと再審開始して、もうさっさと無罪、無罪を呼び出してほしいと。うん。で今回の再審決定のね、文書の中でもね、 あの到底袴田さんが犯とはね推定できないとやっぱり証拠のね衣類5点というのもねあの信用ができるものではないともうねあのこの事件について調べれば調べるほど全然辻褄が合わないのよね本当にうに、ん、だからねもう本当にね何だろうしかもなんか検察側がねあの袴田さんがやってないという証拠を隠蔽した可能性とかもあるんですよねそれもね今回のねあの最新決定の文書の中でねもう書かれてるから これはね、あの、第三者によって隠蔽された、もし第三者とは、まあね、検察側を指すんですけど、と、しか見られないみたいなことも書いてあるから、これはね、もう、あの、検察がやったね、組織ぐるみの犯罪ですよね。もう人一人のね、人生を奪ったという、とんでもない事件なんで、本当にね、もう、とにかく早く名誉回復。生きてるうちに、袴田彩さんが生きていて、しっかりとした意識があるうちに、 うん、ちゃんと名誉回復を図ってあげないとダメですよ、これ。で名誉は回復を図ったところで終わるものではないですからね。ちゃんとね、袴田さんの親族とか、袴田さん本人にね、しっかりとね、あの賠償金をね、あのー、払う必要があると。うん。だから結局ね、なんだろうな、こういう自白を強要するような、その検察とか警察のね、そういう。 閉鎖的ななもものののっってていいううはこ1966年当時から今もあんんま変わってないと思うんですよね、まあ、僕はあの警察に逮捕されたことないから分かんないですけど取り調べ受けたことないから分からないですけど結局ね未だにねその可視化されてないところでのそういった教養によるね自白っていうのはね時たまねあの話題になったりするからやっぱりこういうね昔ながらの組織がね本当にうんくないなという風に。 思いますねだからとにかくね、もう早くね、あの再審開始して、もう検察も今回、広告せずにね、ねちゃんと法廷の舞台に立って、しっかりとその場でね、無罪をね、言い渡してね、いまだに死刑囚扱いなんでね、い、う、ま、ん、だに袴田岩さん死刑囚扱いなんで、こんなんやりきれないから、さ、うん、っさとね、ちゃんと落とし目つけてほしいなというふうに思います。はいというわけで、今回の袴田事件について喋りましたんでね、まあ、なんかコメントあったら。 もお願いします。そうです